増田選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です、はい。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますか。まあ誰やねんって感じです、はい。その誰やねんということを試合前にも言われていて、はい、その判定ではなくて決着をつけたいと話していたんですが、はい、まあ、今回決着がつけられなかったのは相手のディフェンス力なのテクニックなのか、それともご自身のこう課題が残った試合だったのか。僕の課題ですね、はい、寝かした1ラウンド目で、まあ、投げれたのもそうですし抑え込めたのもそうですけど、まあ、抑え込めたっていうので、うん、安牌を狙いすぎたかなって感じですね。ありがとうございます、はい。2ラウンド目にはこうジャーマンを披露していたんですが、はい、あれはもともと得意なわけ。いや、初めてやりましたね。初めて、はい、初めてやった。レスリングの経験はないですね。はい、そうなんですか。あれはじゃあ直感でやったという。そうですね、勝手に勝手に、はい、なんもあんな練習もしたことないんで、はい、勝手にです、はい。それでは、対戦を終えて、はい、戦ったコロ選手の印象というのは戦う前と違いましたか。いや、まあ印象は一緒ですけど、うん、遠かったかなって感じですね、距離も、はい、打撃は特に、はい、ありがとうございます。まあ、今回、配信メインではありましたが、はい、初めてこう来年という舞台で戦った、はい、その印象などはありましたでしょうか。まあでも大きい舞台で最高の舞台やったんで、まあこんな試合内容じゃまあ呼んでもらえへんの分かってるんで、まあ次、まあちゃんと結果残して、まあ戻っていきたいなと思います。はい、それでは最後なんですけれども、はい、今後の展望というのを教えていただけますか。今後の展望はまあそうですね、まあ勝ち負けにこだわらんと、まあ見てくれとる人を熱い思いにできたらいいかなっていう感じです。はい、オフィシャルからは以上になります。ありがとうございます。その他マスコミの皆さん、ご質問ある方いらっしゃいましたら媒体名とお名前とご質問をお願いします。はい、それでは合格熊久保さんお願いします。英語の関係です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、コロ選手が下になってもかなり仕掛けていて、はいはい、それはこうなんですか、プレッシャーには感じてみましたか。いや、特にプレッシャーはなかったんですけど、まあ、ディフェンス、殴られへんようにするんとか、手首持たれたりとか、殴ろうとし、抜こうとしても抜けんかったりとかが多かったですね。まあ、力不足。僕の技術不足ですかね、はい。3ラウンドはどちらもかなり消耗していたように見えたんですが、はい、特にどの辺で消耗されましたか。あ、普段抑えへんのに抑え込みしたんが2ラウンド連続で抑え込みしたんがちょっと疲れましたね、はい。どんどん投げてたでしょうか。そうですね、投げたり抑え込んだりした時に、あ、いけると思って、そこでちょっと楽を取ってもたんが裏目に出ました。じゃあ、今日初めて見た方は、はい、こういう選手なのかと思っちゃったと思うんですけど、はい、普段はもう全然違うんだよ。いや、まあ試合内容によるんですね、内容によるんですけど、まあ今日はああいう試合内容になってもたっていうか、僕からああいう内容にしてもたって感じですね。違う。最後に、はい、コロ選手が打撃で近いって言ったじゃないですか、はい、あれは多分採点上、はい、すごい有利になったと思うんですけども、はい、ああいうところでベテランのこうずるさというか上手さを感じましたか。いや、最後来るん分かっとったんですけどって感じですね。僕もいけんかったというかもう、はい、実力不足です。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。追加のご質問大丈夫そうでしょうか。それでは増田選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。また SNS で叩いてください。誰やねんって。ありがとうございます。ありがとうございました。